はい、今日もね、沖縄晴れました。すっごいもうね、急に暑くなりました。あー、しまった、今日の気温チェックしていなかったな。うん、ものすごいね、一気に暑くなってきてですね、うん、今日からあの服1枚減らしました。うん、もうシャツの上に上着だけっていう構成で、それでも大丈夫なぐらいの温度。ひょっとしたら場所によってはもうクーラーつけてるかもしれない人いるかもしれないですね、うん、いやまだ早いかな、うん、ただちょっともう暑いっていうかあったかいので、もう室内とかね、ショッピングセンターとかはひょっとしたらクーラーつけてるかもしれないっていうぐらいの暖かさになってきました。まだ2月なんだけどね、だいぶ、いい天気であったかくてっていう感じですね、うん、今日は58号線、うん、走りながら、スマホを固定させてですね、撮影しております。58号この辺りはどこでしょうっていつもの場所なんですけどね、宜野湾の大蛇の交差点の辺りです。58号もね、いろいろ変わって、もう気がついたらスターバックスはできてるし、なんかラーメン屋も反対側にできていたりですね、ルビー食堂、宜野湾店っていうのがね、ここの信号のところにもいつの間にか、っていう去年の11月ぐらいかなからあるし、徐々に変わってきております。いやー、今日はあったかいわ、こんなにあったかいと外へ出るのも嫌になっちゃいますね。そんな感じの天気ですよ、というわけで今日も一日頑張っていきましょう。おいでまた。